費チャンネル。自分の持ってる材料を先に言っちゃダメですよ。どういう意味ですか？あの自分の予想より低かったりなんかした時に、いや僕もっとこんなことやってんですよ、こういうのやってますよ、こういうデータもあるんですよってみんな言うのよ、うん、でも言った瞬間に相手が知ってることになるのよ。今初めて聞いたことなのに相手がどんどんデータ言ってくれるから、うんうん、それを今知ったことによって、あ、加味してますって言われる。うん、だから自分で答え言っちゃダメなんだ。うん、だから言う時はあの自分で答え言わない途中まで、いや僕こういう時の成績ってどれぐらい出してるか知ってますって聞かなきゃいけない。うん、でそしたら知ってたら言わなきゃいけないし、はあ、知らなかったら知らないって言わなきゃいけない、ね、あ、はい、相手はで俺は絶対知らないと思うデータを出してるから知らないって言うしかないんだよ、うん、で知らないって言ったら最後知らないって言って初めて言うの答えを、こういうのこういう時こういうのを出してるんですよって言って、うん、すごい高い数字出してるんですけど、で知らないってことは加味してくれてないわけじゃないですかって言って、じゃあこれのデータの結果っていうのを加味してもうちょっと査定し直してもらっていいですかって言うとちょっと上がるわけ。それなのにみんなちょっと怒って、いや僕こんだけやってんですよって自分で言うの結果。そしたら知ってますよってこっちが 言われちゃうんだよ。だって今聞いたのに、で俺一回初めてこうやって言うとこんなんもあるのにこうこうこうですよって言ったら、いやでもそんなのは分かってるよ何とかんとかって言うから、いやいやさっき知らんちゅったやろっつってじゃあなんでその時に言ってくれないんですかっつって、で俺はだからあの知ってます全員に聞くの、知ってます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 っつってでごちゃごちゃ言い出したら、えさっき知らんって言いましたよね言いましたよね、さっき聞きましたもんね、言ってませんよね。4人いたら全員を味方につけてそうやってやっていくと、もうそんなの知らんってなるし、いやさっきのことはそういうニュアンスじゃないよって、ニュアンスじゃないって俺も聞き直して言ったじゃんっつって、だから自分で答え言っちゃダメ。だから俺とかだと、いや盗塁阻止率低いって言うけども、じゃあピッチャーのクイックのタイム全員もちろん知ってんすよねっつって、でクイックがこれ以上だと遅い、もしくは僕がセカンドに投げなかった、もう盗まれてて、それを加味した数字ももちろん知ってんですよね。あちょっと言ってもらっていいですか、全部のトータルの盗塁阻止はこれですけど、僕が完璧にで1、3塁、ね、ランナー1、3塁でベンチからセカンドスローの投げなくていいと、投げなくていいって言った結果走られて盗塁ついちゃいました、盗塁阻止率下がりました、それって僕のせいじゃないじゃないですか、ね、ってなった時に、じゃあ僕の責任じゃない中での数値がどれだけあるか知ってますなるほどって言ったら、まあ、知らないわけよ、そんな知ってるわけないからねで全員知らんって言い出したら、知らないんでしょ、でそういう責任、僕の責任以外のことの数値を全部のけた数字はこれになるんですけど、これが低いと思いますって言って、これが正当な僕の盗塁阻止率の成績なわけですよってなった時にね、あなたの言ってるこの数値がダウンの幅ですよって正当性ありませんよねもうちょっと考えてもらっていいですかっていう弁護士さんの弁護士ちょっとついてってもらっていいですかだからもしピッチャーだとね、はい、試合作ってるけど勝ってないわけです、勝ち星がつかなかったのは僕のせいじゃないですよね、ということはこれが一勝って置き換えてもまあまあ問題ないと思うんですよね、まあ、100歩譲って1はちょっとおがましい、じゃあ 0.5 にしようってなった時に、そういうのが4試合ある 0.5、 2勝足しますよね、ただ俺の成績が2勝分増える、で勝ち星と負け星の間で貯金これぐらい作ってる、で試合これだけ投げた時にシーズン終盤の前の試合負けて勝ってたりしたら、これ負けてる試合の次勝つってかなり大事じゃないですか、優勝に向けて連敗できてない、この連敗ストッパーをしっかりしてゲームを作ってることを考えたら、この一勝の価値ってもっと高いと思うんですけども、それについてどう思いますってそんななんかどうでもいい時の一勝とこの終盤で優勝したの一勝って重み一緒なんですかっていう、確かにそうですよね、うん、その中でしっかりゲームを作って、じゃ勝ってないけどこれは援護がなかったから俺のせいじゃない、じゃあ1はおこがましい 0.5 勝にしようみたいなとかを全部それ言わないで持って言っといて、言うとしたら、いや僕のチーム貢献度ピッチング成績って知ってますっていうちょっと小難しく言うわけよそしたらハッてなるからで計算するのもマイナスになるやつは捨ててそれ加味しちゃうと自分の印象下がるから、相手の知らない情報のマイナスは入れる必要ない、うん、だから絶対自分が得するような成績を、そういうのをこじつけのやつを出してきて、めっちゃ調べてめっちゃ計算して出して持ってくれよ、すごいで相手がだから俺一番最初席に座ったら俺から喋んないから、そのずっと喋ってくれるの待つの、あの喋り出した方がマウンティングが下になっちゃうから、ずっと黙って相手の言うことを全部聞いて、俺がやってたのは全部聞いて終わった時に大体シーンってなるから、もう話はそれで終わりですかって聞くもう言い残したことは何かないですかみたいなって言って、 ある場合聞きますけど、
あのもうないんですかって、ね、聞いていくと、なかったらないって言わなきゃいけないって、うん、であったらあるって言わなきゃいけないって、だからもう言い終わってたら多分ないっていう、ね、うん、でないっていう今までの話を全部頭の中で精査して、潰すところを全部決めて、俺のターンになるから、あの一から全部潰していく、いやこれはこれで違いますよね、こここうで、はい、このデータこれダメです、でこれとこれとこれが足して、これをね、あの加味されてないですね、これを加味しなきゃいけないっていうのを全部一個ずつやっていってっていうなると、もうちょっとボリューム感ありますよねって言い出すと、いやそれちょっと違うんちゃうかって言い出すから、いやいやいや、さっき聞きましたよね、もう話は終わりですかって言った時に、はいって言いましたよね、今のその違うっていう意見は僕の話を聞いた上で違うとかっていう言ってるだけなんですよ、だからそれは今初めて知ったことに対して知らないって言ってるだけで、もともと知らなかった情報ですよね、それをこんなにすぐこうやって言われても、僕にはもう通りませんよ、さっき僕聞いた時にそれは知らんって言ったじゃないですかみたいなのをね、どんどん攻めていくっていう、できるかしら、えそうするとそれを繰り返していくと、ビビられてるから、あの中途半端な額出せないと思ってくるから、すっごい高い額ばっかり出してくる、いつ もあの文句言われたくないし、だって俺言われたんだもん、あの球団の人に、佐藤って代理人とかつけないのって、えつけた方がいいですかって、いやつけないのかなと思って、いや僕よりいい代理人いないと思うんでつけないですって、代理人みたいな方のやつがあるんですか、そうそう弁護士のね、人がやってくれるんだけど、でもマージいるからもったいないわけよ、そんな自分で言えばそんなマージ払う必要ないんだから、だから俺はもう全部自分で言っていいって、今の作戦通りやったら適正額もらえる絶対、えでも多分それ言えないと思います、言える言える言える難しくないの、やることはあの3つ、うん、まず自分から話し出してはいけない、はい、で自分から欲しい金額を言っちゃいけない、はい、であの自分からあの答えを言っちゃいけないで、まあ一番最後あるとしたら怒っちゃいけないっていう、もう常に冷静に怒っちゃうと、そんなの間違ってますよって言って答え言っちゃうから、これもできればもう完璧よ、その難しくないでしょ、はい、だって喋り出さない、金額言わない、答え出さないだけだから、それをすれば3から4の間やな、が、すごい、やっぱあの適正額やと思う、まあ俺大体1000万の幅持つの、厳しく目で見た金額と自分を甘やかした金額で1000万ぐらい幅出して、でこの中でもう俺加減のとこでも自分の想定通りの額だったらもうこねないので、うんうんうん、だって思った通りだからね、だからそこもの潔さも大事なんだけど、うん、3から4ぐらいで、しかも日本一になってるからね、だからそこ日本一になってやっぱ大きい大きい、だからひょっと日本一になってなかったら25から3ぐらいの間だ可能性あったけど、日本一になってるからね、その貢献度の恩恵が大きいからね、特に終盤のでかい時に、しかも先発がいないって言われてた中で先発がしっかり充実してその中の一端になって投げてるわけだから、ダメなところを補ってて日本一だから、そのチーム貢献度もでかいはずじゃん、まあ、この動画が出てる時にどうなってるか分かんないけども、それじゃない時はもうあの帰りますって言えばいいよ帰りますか、あちょっとあの佐々木さんに聞いてきますって帰りますとかできないですよねできるよ、保留しますって言えばいいから、そんなのあるんですかそうそうそう、絶対歯を持たなきゃいけない理由ないから、いやでもまあ3は行きたいね、うん、最低でも、でもまあ3、うん、そうだね、3ぐらいが妥当なとこかな、でも4くれたら嬉しいなっていう、3から4の間ぐらいの幅で夢見ててもいいんちゃうかって思うんですけどね、もう25ぐらいだとあのちょっと、ま、ちょっと待って、ちょっと待ってって押さなきゃいけないよだからまあ、うん、25から3、5の間やな、多分いい線でいけば、他の相場とか他の人のやつ見れば多分25から3、5の間やと思う、だから3いったらいい、あとはね、どこまで契約更改で本人が踏ん張れるかだね、今の頭に入ってるかな、入ってるでしょ、だってそこにいるからでも難しい言葉がいっぱいあったから大丈夫かな、大丈夫大丈夫、あのピッチングほど難しくないから、でも多分喋んないってことはできそうです、そうそう、最初から喋んないのと自分から欲しい額を絶対言わないこと、挨拶はいいんですね、挨拶はいい、挨拶いい、最初の雑談をしてもいいんだよ、あ、それ最初の雑談をしてもいいんだけども、自分から今年こんだけ頑張ったでしょうとか、あ、そういう、そうそう、あのこれぐらい持ってるんですよとか、調子こいて自分からそういう挨拶とか、今年は良かったですよねっていう、そのなんか雑談的なのはいいんだけど、真剣な話をしただけっていう、分かりました、ちゃんと伝えておいてくださいね、あ、もう大丈夫じゃあまた、はい、あのじゃあ楽しみ、来年のまたいい時に、はいはい、半年後ぐらい、そうですね、で続きはね、あの来年どうするかっていう動画をあのトムチューブでこれから話すので、はい、教えてもらいます、はい、そっちも見てください。
バイバーイ。